はラグビーワールドカップ2019についての話題がネットで盛り上がっていたので調べてみました。ラグビーワールドカップ2019で検索すると Yahoo の補助検索ワードがたくさん出ていました。そのワードの傾向を調べると開催する場所が皆さんが気になっていることが判明しました。そこで人気があるキーワードについてさらに調べてみた結果をお知らせします。ラグビーワールドカップ2019候補地で検索をするとウィキペディアが1位に出現。内容を確認すると開催地に立候補し会場が一覧表に記載されていました。合計で15会場の立候補があったが、仙台スタジアム、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場、長崎県立総合運動公園陸上競技場審査で落選したようである。また残った立候補地は次に挙げる場所になります。札幌ドーム、釜石のずまい復興スタジアム、仮称埼玉県営熊谷ラグビー場、新国立競技場、横浜国際総合競技場、静岡エコパスタジアム、トヨタスタジアム、東大阪市営花園ラグビー場、大崎公園球技場、東平尾公園博多の森球技場、大分スポーツ公園総合競技場、熊本県立総合運動公園陸上競技場などとなっているが、2015年3月4日午前8時の時点では開催地はウィキペディアには掲載されていません。次により具体的なワード、ラグビーワールドカップ2019会場で検索すると開催地がわかる情報を発見できました。それは検索では1位ではないのですが、ヤフーニュースに決定地が記載されていました。開催地は北海道札幌市、岩手県釜石市、埼玉県熊谷市、東京都、神奈川県横浜市、静岡県静岡市、愛知県豊田市、大阪府東大阪市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市、熊本県熊本市、大分県大分市の12都市が選ばれたとのことでした。おそらく先ほど記載した場所で行われると思われます。また開幕戦と決勝は19年に完成予定の新国立競技場で行われるそうです。今後は16年春以降にチームキャンプ地選定のプロセス発表があり、同年後半には組み合わせ抽選会が行われる予定。本大会は9月から10月にかけて開催のようです。またラグビーワールドカップ2019経済効果は東京都産業連環表最新を利用した試算では、東京都内でなんと約866億円とのことでした。以上ですが、皆さんご視聴ありがとうございました。